クライストチャーチ大聖堂クライストチャーチ大聖堂はニュージーランドクライストチャーチ市中心部に所在する聖公会の大聖堂。アングリカンコミニオンに属するアオテアロアニュージーランドポリネシア聖公会クライストチャーチ教区の主教座聖堂である。大聖堂内の花の絨毯英国からの移民たちにより1864年に教会建設が開始。当初は 木造建築の教会であったが、地元近郊で、教会建築に適した石材が見つかり、石造、建築に変更された。教会建設には、船大工が参加したため、天井付近は、船底と同じ木組みが施されている。イギリス人建築家のジョージ・ギルバート・スコットの原図を、元に、同じく、イギリス出身の建築家、ベンジャミン・マウント・フォートが設計した。 ゴシックリバイバル様式の建築案を採用。金銭的な理由から着工から完成までに約40年の歳月を費やし1904年に完成した。着工から完成までの間に3度、大きな地震に見舞われ、戦闘の頂上が落下するなど破損している。現在のクライストチャーチ主教は、ビクトリアマシュー主席司祭は、リンダ・パターソン。2011年に崩壊した。 大聖堂その後の大聖堂。戦闘は完全に解体されたが、その他の部分は手つかずのまま、大聖堂後の数ブロック先に完成した紙缶を使った仮設大聖堂英国国教会の流れを組む大聖堂として年間70万人を超える来場者が訪れるニュージーランドを象徴する観光名所である。大聖堂内部は多くのステンドグラス、 彫刻品など装飾品で飾られている。多言語による礼拝、代償様々な礼拝が取り行われる。宗教儀礼のほか、隠し催し会場としても利用される。クライストチャーチ公共学団主催によるクライストチャーチ大聖堂シリーズ時にはコンサートホールとして使用される。有料券を購入することで大聖堂の一部等に登ることもできる。 大聖堂内部を見学して回る無料のガイドツアーも開催されている。2011年の地震により北側戦闘部分が崩壊、その後の6月13日に起きた余震により、正面のステンドグラスの窓や西側の壁が75%まで崩壊するなどの被害を受けた。2012年2月、修復には5000万ニュージーランドドルから1億ニュージーランドドルの費用が必要で、 内部はまだ危険な状態で、今後も地震が起きる恐れがあり、修復再建は断念し、解体が決まったことが発表された。2013年8月に大聖堂跡の近くに、紙缶を使った聖堂がオープンした。設計は、日本人建築家の坂茂で、少なくとも10年間は、紙の聖堂が使用される計画である。ありがとうございます。